スティーブ・アップルトンは、イギリス・サリー出身のシンガーソングライター。100%アップルトンオリジナルブレンドミュージックという、キャッチコピーのゆえんは作詞、作曲、編曲、プロデュース等をすべて自分自身で行うことによる。1989年5月1日、イギリス・サリー州生まれ。姉と兄がいる。6歳頃からピアノを弾き始め、12歳から独学で、 ギターを弾き始める。また同じ頃から曲作りをベッドルームで行うようになる。15歳になるとレストランでピアノによる演奏を行うようになり注目を集め2007年 RCA と契約を結ぶ。デビュー前に本人出演の CM が決定しイギリスを含むヨーロッパを呼び中国で CM が放送されている。使用されている曲は ダーティファンク、インナーシティラバー。2009年5月に、シングル、ダーティファンクでデビュー。日本では、ダーティファンクが、デビュー前のアーティストとしては、異例の全国のラジオチャートで4週連続、ナンバーワンに輝く。同年7月29日に、アルバム、ウェンザ・サンカムズ・アップで、日本デビュー。また、同年8月31日に、 ウェン・ザ・サンカムズ・アップイギリスでリリース。2009年10月、初の来日単独ライブを大阪、名古屋、東京で開催。2011年8月17日、アルバム、カラーズを日本で先行リリース。ダーティー・ファンク2009年5月4日リリース。イギリスデビュー作。ウェン・ザ・サンカムズ・アップからのファーストシングル。 CD シングルダーティーファンクフィーバーデジタルシングルダーティーファンク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 ミュージックメイドエイマンオブメ2009年6月26日リリースデジタルシングルアルバムからのシングルではなく日本でのリリースは現在のところないミュージックメイド A man of me city on to sleep 2009年8月16日リリース。デジタルシングル。when the sun comes up からのセカンドシングル。デジタルシングル city on to sleep デジタル EP、City on to sleep 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 シティ on to sleep ウェンザサン comes. アップ日本では2009年7月29日、日本先行リリース。オリコンウィークリーチャート最高31位。イギリスでは2009年8月31日に、リリース予定。ルールザワールドザブライトサイドシーイングスターズウェイク、アップハニーダーティファンクエンザサンカムズ、アップハブ、英語ヒーロー、ファンキー・ジョーズ・ステイ・ストロング。 シティオンとスリープマイリトルガールフレンドサニーデイズオブサマーロンドン東京パリザッツライフシームズエイリトルラブズジャストエイリリックワールドロールズバイインナーシティラバー本ンが出演するスマート CM ソング現在リリースはされていないソニーオンラインショップ SONYMUSYCSHOP.JP 2009年8月22日閲覧。バークスバイオグラフィー。バークス .jp。2009年8月22日閲覧。スマートインタビュー。smart-j.com。2009年8月22日閲覧。オフィシャルブログラジオ。ameblo.jp。 2009年8月22日閲覧。UK リリースデート。amazon.co.uk2009 年8月22日閲覧。AB r e、a b l i v e c r e a t i v e m a n c o j p 2 0 0 9年8月22日閲覧。ab.official、e、b l o g l i v e .ameblo.jp 2009年8月22日閲覧。音玉、ま。音玉、ま。2009年8月22日閲覧。ありがとうございます。